でむしろ自国通貨は強い方がいいと思うのが一般的だけども、これ円安容認のようにね、眠り教師郎のね、円月殺法を思い浮かべましたね。構えた瞬間でも勝負ありなんですよ。そんな巨額のお金をね、政府の裁量で勝手に流用するのは私はおかしいと思う。浜典子さんの発言、今の日本経済は円安にしがみつけばしがみつくほど痛めつける。ところが日本銀行が異次元金融緩和をやめない、だから円安が止まらない。本当に悪いのは日銀の黒田晴彦総裁。彼が政府の債務返済負担軽減のため調停金利に固執するからだ。これが諸悪の根源である。世界各国から経済制裁を受けているロシアのルーブルですら価値を回復させたのに、円安を続けている日本、やばすぎるだろ。食料自給率 37% で、多くの原材料や資源を輸入に頼っている日本が円安政策なんて実施したら、物価高騰を招いて、多くの日本国民が苦しむ結果になるに決まっている。連載で、黒田日銀の逆行政策で、日本売りは加速する、4月の値上げラッシュはかなり深刻を書きました。累積する国債、ゼロゼロ融資で膨らむ貸付金で金利を上げられず、このままでは日本売りへ向かう。3% 賃上げはなく、物価高騰で、新しい資本主義は破綻間近だ。立憲民主党の野田佳彦でございます。先ほど黒田総裁はご報告の中で日銀短観についても触れられました。どういう触れ方をしたかというと、業況感は小幅に悪化という表現でございましたけれども、製造業も非製造業も7期ぶりに悪化をしているし、3ヶ月後の見通しについてはより一段と悪化をするという傾向が出ていましたね。でそのことは私はもっと重く受け止めるべきだろうと思います。私はこの単価の中で注目したのがですね、回答した企業の示した2022年度の想定為替レートでございまして、どういう想定をしているかというと111円93銭なんです。で足元の、ね、レートはどうなっているかというと、おそらく122円台の半ばぐらいじゃないでしょうか。ということは想定為替レートと比べると10円以上も今円安で推移をしているということであります。でそのことをどう受け止めるか、足元の金融政策について私はお尋ねをしていきたいと思います。ウクライナ情勢、大きな影響がどんどん出てきていると思いますが、これはウクライナ情勢は世界経済にとっては有事でありますよね。有事は安定資産の円を買うというのが近年のいわゆる定説のようになっていたと思います。2014年のロシアのクリミア併合の時にも円高です。リーマンショックの後も円高です。忘れもしない2011年3月の東日本大震災で地震が起こったのは我が国であります。多くの人たちが犠牲になりました。深刻な被災者がいっぱい出ました。その時にあろうことか、有事でありますけど我が国の有事ですよ、82円から77円と一挙に5円も円高になって、私は当時財務大臣でしたけども、必死でそれ食い止めるために場合によっては単独でも介入しようと思いました。幸いにしてガイトナー財務長官などが協力してくれて協調介入をやりました。本当にしびれる思いだったんですよね。1000億円投入する、2000億円投入する、少し動いていく、でもどっかの壁があってなかなか動かなくなったりとか、本当に一日中胃が痛くなる思いでございました。私の地元船橋で競馬場は2つあるし、ついこの間までオートレース場あってギャンブルの街ですけど、私は政治人生ギャンブルだから自分はギャンブルやらないんですが、あんたにお金張ったのは初めてで、ね、本当に胃が痛くなりましたけども、総裁も財務官時代に介入してるじゃありませんか。あの時は13兆を超えてる、溝口善兵衛さんに超えられるまでは史上最大の作戦ですよね。経験があると思いますが、あの時は有事の円買いという評価はまずなかった頃じゃないかと思いますけどね。今は有事だけどなぜか円のどっぽ安ですね。どっぽ安、しかもわずか1ヶ月で10円以上も円安になってきている。私はこれ過度の変動だと思います。黒田総裁、確かにこの為替レートの変動というのはなかなかですね、いろいろな要素によるもので、説明は難しいわけですけれども、少なくともその最近の為替市場の動向を見ますとですね、確かにロシアのウクライナ侵攻が始まった時は実は円もドルもですね、ユーロとかその他の通貨に対して強くなったんですが、
ドル円は115円程度で安定していた。ところがその後ですね、やはりこのロシアによるウクライナ侵攻以降の資源価格がさらに上昇して、一方でそのオーストラリアドルとかブラジルレアルなど新興国通貨が全般的に上昇いたしまして、資源輸入国の通貨は下落傾向にあります。でその上で、円の対ドル相場につきましては、市場では米国経済の堅調さ、それに伴う米国の金利上昇に加えまして、奔放輸入企業のドル買いなどの影響があるという見方が多いように思います。私はですね、円安が、ね、進んだ理由、やっぱり最大の原因は金利差の問題があると思いますね。でアメリカの利上げについてはサマーズあたりは遅すぎると言ってますから、それに対して躍起になっていくと5月ぐらいにまた 0.5% ぐらい上げる可能性もありますよね。で年内に7回上げるわけでしょうから、そうするとその金利差というのは、間違いなく円安の要因になっていく。ここでちょっと突っ込んだ議論をするつもりはありませんが、経常収支の赤字が、ね、1月極めて大きな額出ました。これも構造的な円安の要因になっていくと思います。でこの議論はちょっとやめといてですね、私お尋ねしたいのは、私は3月18日の総裁の金融政策決定会合の後の、ね、ご発言で、円安が経済物価にプラスとなる基本的な構図は変わっていないというお話をされました。これはさながら円安容認論のように、ね、受け止めかねられないと思います。本来は経済のファンダメンタルズを正確に反映すれば、ね、プラスもマイナスもないんですよ。でむしろ自国通貨は強い方がいいと思うのが一本的だけども、これ円安容認のように、ね、受け止められる発言というのは、私はより円安を助長したのではないかと。近年はですね、輸出数量の押し上げ効果は低下している一方で、企業収益へのプラス効果、その設備投資への波及効果が強まっているというふうに見られます。すなわち円安は輸出単価を押し上げることで輸出採算を改善させておりますし、また海外子会社からの配当などグローバル企業の円建てで見た海外事業収益を押し上げておりまして、実際これらの要因もあって最近の企業収益は製造業を中心にしっかりと改善をしておりまして、このことが研究開発投資など前向きな投資増加、あるいは賃金引上げの動きにもつながってきているというふうに思っております。他方ですね、円安が輸入物価の上昇につながりますと、家計の実質所得の減少、あるいは輸入比率の高い内需型企業の収益悪化を通じて我が国経済の下押し要因ともなり得ます。総裁のご発言の背景にはね、これアベノミクスっていうのはある程度やっぱり円安を前提とした経済運営だったと思うんです。円安になれば輸出が増えると、そしてインバウンドの需要が増えて訪日客が増えれば観光地が潤うということを相当に前提としてだと思うんですね。でも状況は今かなり変わってきていてですね、こういうコロナ禍ですからインバウンドの需要とかありません。でしかも企業が生産拠点を海外に移しているんで、円安になったからといってストレートに輸出が増えるわけではないなど、効果は限定的になっている。一方でお話にあった通りですね、輸入物価が上がっていくことによって中小企業の経営が苦しくなり、そして、いわゆるですね、価格転嫁するようになってくればね、これは間違いなく国民にも甚大な影響が出てくると。むしろ円安というのは多くの人が今痛みを伴うような状況に変わってきているというふうに私は認識すべきであり、円安を前提とした経済運営を私は変えていく時が来ているのではないかという認識を持っているんで、ちょっとそこはまだね、かなり離れているなと思いました。加えてね、円安の要因になったというのは総裁のご発言だけではなくて、日銀の私は3月末のアクション動きだと思ってまして、指し値オペについては2月の財務金融委員会で議論したときにラストリゾートという言葉を使われました。最後の手段だと。で実際に2月の段階では構えた瞬間で 0.25% 以内に、ね、収まったというか、応札がなかったじゃないですか。私は時の説明を聞いたときに眠り教師郎の、ね、円月殺法を思い浮かべましたね。構えた瞬間でも勝負ありなんですよ。そして抜いた瞬間も必殺なんですね。ところがですよ、そう思っていたら3月末は異例の伝家の宝刀をですね、3日連続オペ、加えて臨時オペとか通常のオペもやってね、2兆3000億も国債買い込む、これですね、伝家の宝刀をもうブルンブルン振る舞わしてるという印象を持ちました。で私はね、日本は世界のね、他の国に比べて他の国が利上げやってる時にね、
そうじゃない路線とユニークだという表現を穏やかに言ってきたけれども、あのブルンブルンと殿下の宝刀を振ってる姿はヒステリックに見えましたね。でそのイメージはどういうことになるかというと、もうとにかく金利は抑えるんだと、力ずくで抑えるんだと、円安になってもしょうがない、まだそんな危険な水準じゃないと、その結果物価上がってもしょうがないというメッセージを逆に発信しているように思いました。まあそういった意図はございません。4月以降ですね、主としてエネルギー価格の上昇と、これは国際的に上昇しているわけですが、それと、携帯電話通信料引き下げの効果の剥落などによって、消費者物価の上昇率ははっきり上昇するというふうに見ておりますが、その大きな要因が国際的なエネルギー価格の上昇を反映したものでありまして、こういったそのコストプッシュ型のインフレというのは、企業収益や家計の実質所得を押し下げて、景気に対して下押しに効きますので、その物価上昇というのは長続きしないと。むしろ我々が求めているのは、金融緩和を続けることによって、コロナからの回復を助け、まだマイナスのデフレギャップをですね、解消しプラスに持っていき、そうした中で企業収益や賃金が上がって、物価が安定的に上昇するという姿を目指しているわけでして、短期の金利はね、これは中央銀行が操作をする、コントロールする、これはあるんですよね、当然のことだから。ただ長期金利はね、これはもうマーケットが決めるというのが基本的には伝統的な金融政策じゃありません。非常時だから今違うとイールドカーブコントロールやってるということなんでしょうけれども、でも基本はね、やっぱり儲かるか儲かないかで参加者が市場に参加する、その結果最適な資源配分が行われるというのがマーケットの意義だと思うんです。で国際市場においては、私は日銀の存在がもうモンスターのように大きすぎる、モンスターのように大きすぎるところがね、力ずくでコントロールすることの弊害、本当に私は市場を壊してるんじゃないか。長期金利っていうのは経済の体温計じゃありませんか。その体温計がね、景気加熱してるよとか財政悪化してるよとか、そのシグナルを送ることを拒んでね、それを壊していくことの弊害をもっと私は強く自覚すべきだと思いますが、かつて英国に留学した際にですね、英国の金融政策について修士論文を書いたんですけども、英国の金融政策自体もですね、ずっともちろん短期金利コントロールは中心ではあるんですけれども、市場の手形の割引から、短期国債の借り入れ、それから金利のコントロールの仕方も変えてきて、その後ですね、戦後になってからはやはりその金融政策の手段も相当変わってきておりまして、伝統的な金融政策というのが非常に好ましいことは私もそう思うんですけども、現下の経済物価情勢、経済金融状況を踏まえると、我が国の場合、今のような長期金利に対しても定位に安定させるという政策が必要であり不可欠である。で欧米の場合は最近のインフレ率の高まりを背景にですね、金融政策を、いわゆる正常化というかそっちの方に踏み出してますけども、依然として大量の国債を買い入れてるっていうことには、長期国債ですけども買い入れてるってことには変わりありません。イールドカーブコントロールってのは極限みたいな話でね、そんな難しいことずっとできないっていうんで FRB は導入を諦めたんじゃないですか。でその極限まだね、荒っぽくやってるってことに対して私はまだ違和感があるんですが、ちょっと小休止を総裁にしていただいて、副大臣来ていただいているんで、私は今のね、日銀のやってることは結果的には円安を誘引し、誘発し、物価を上げていってるということになりかねないと思うんで、政府が物価高対策を、ね、講じようとしているときにこれ整合性がないんじゃないかと思ってるんです。ただそのことは副大臣に聞いてもちょっとお答えしにくいと思うんで、大臣がいるときやりたいと思いますけれども、副大臣に来ていただいたのはね、その物価対策の財源をどうするかなんです。で交換ね、言われてるのはこれ予備費使うと、しかもいわゆるコロナ対策の予備費の50円を使うと話が出てますね。私は予算総則に明記した範囲でしか使っちゃいけないと思います。そんな巨額のお金をね、政府の裁量で勝手に流用するのは私はおかしいと思う。むしろ追加のね、こういう経済対策が必要ならば、4月末にまとめるんだったらば、この国会に補正予算で出して国会のチェックを受けるべきであり、5000円もね、年金受給者にばらまくったら白紙になったようですけど、どんなものが入ってるか分かんないんで、それはちゃんと国会でチェックするということが必要だと思います。その意味ではね、御党のね、山口代表のおっしゃったことは正論だと思いますね。ですからきちっと
こういう流用はしないでね、予備費を流用するんじゃなくて補正予算で組むということを明確に今日はお答えいただければと思います。岡本財務副大臣。そしてコロナ予備費を活用した迅速な対応していくことが大切だというふうに考えておりまして、そちらを優先していくことというふうにしております。野田君。一般予備費は分かるんですけど、コロナ予備費を当てる可能性もあるということですか。第7波がね、襲来する可能性、蓋然性ものすごい高くなっていると聞いてありますから、私はコロナ対策にきちっと当てるというのが原則であって、他に流用すべきではないということで、そのための論陣を副大臣には財務省の中でしっかり貼っていただきたいと、要請をしておきたいと思います。でまた総裁に戻りますけれども、足元の金融政策からですね、私はもうこれからの講談の方は異次元の金融緩和の総括的なお話をしていきたいというふうに思います。でまずですね、異次元の金融緩和っていうのはね、2年で 2% と言ってる頃は異次元でいいと思うんですよ、表現が。だけど9年やってきて10年目だと、10年目に入って異次元という表現はもう通用しないんじゃないか、もうニューノーマルになってますよ。ニューノーマルで、ニューノーマルになってしまったことが財政の肥大化につながり、財政規律を緩める大きな要因に私はなっているというふうに思っています。政府の打ち出の小槌のように日銀が事実上の財政ファイナンスをするようになってしまったこともニューノーマルになってしまったと思います。また他方で政府は中長期的にはですね、財政再建目標というものを維持して、中長期的な財政の持続可能性を高める政策も取ってきたわけでありまして、それが国債に対する信任を維持してきたという面もあったのではないかと思いますので、日本銀行の大幅な金融緩和政策が、そのいわゆる財政従属というか、財政ファイナンスというか、そういうものになっているということではないというふうに、私どもとしては考えております。野田君。ネットなどで見てるとね、日銀は政府の子会社だみたいな議論というのはものすごく多いんです、今横行しています。で中央銀行の独立性というのは98年の日銀法改正で、制度化されましたよね。で法改正の頃は財務官でいらっしゃいますかね。よくその議論ご承知だと思います。憲法論も含めていろいろあって、独立性というよりも法律上は自主性になってますけれども、でもセントラルバンカーの、ね、皆さんはこの独立性という言葉を矜持として持ってきているはずですが、その矜持からすると四半世紀経って日銀が政府の子会社だと言われるようになっているということは、私は極めて重く受け止め反省しなければいけないと思います。政府から過半の出資を受けておりますけれども、出資者には議決権が付与されておりません。また日本銀行の金融政策及び業務の運営については、ご指摘のとおりですね、98年に施行された新日銀法によって自主性が認められております。したがいまして、日本銀行が政府が支配する経営を支配する法人とか子会社というものではないというふうに考えております。日本銀行法での3条でですね、非常に明確に、日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は尊重されなければならない。それから5条で、日本銀行の業務運営における自主性は十分配慮されなければならないというふうにされております。こうした日銀法に沿って、日銀政策委員会が金融政策を決定し、業務の方針を決定していることに変わりはありませんので、何か日本銀行が政府の子会社のようになっているということは全くない。全くないってことをね、もうしょっちゅう言ってほしいと思いますね。というのはね、借金を全部背負っているのは日本銀行だ、荒っぽい言い方だが日本銀行は国の子会社だ、これは安倍元総理が講演で言ってるんですよ。総理が元総理言ってるんですよ。総理に言われちゃおしまいじゃありませんか。子会社じゃないということを明確に、政府と連携しなきゃいけないですよ。でも従属した機関じゃないんですよ。そこを明確に矜持を持って言っていただきたいと思います。で私は異次元の、ね、金融緩和の総括をしなきゃいけないと申し上げたのはね、もうあと任期1年じゃありませんか。任期1年で本来は2年で、ね、2% できなくて数字にたって延長してきて、で総裁任期5年間で、5年の後に再選をされた総裁って60年ぶりでしょ。本当だったら民間企業だったら経営計画を立てて目標に達することができなかったら責任が問われます。でも5年の任期終わって、そして間もなく今度10年に
差し掛かろうとしている。これほどのね、最長不当記録を作ってるわけですから、せめて次の後任が決まるまでの間に、異次元の金融緩和の総括をすべきだと思います。少なくとも、デフレは貨幣的な現象なんて国会答弁がしょっちゅうあったけど、金融政策だけではインフレ率を上げることは困難だということが高い代償を払ったけど分かったということとかね、あるいは 2% の目標が適正な数字だったのかどうか、今も 2% を呪縛のようにこれね、実現しようとおっしゃってるけど、だけど90年以降 2% を超えたって1回しかないんですよね。それを未だに高く掲げていること自体がいいのかどうか含めて、異次元の金融緩和の総括を今総裁でいらっしゃった時にきちっとやるというのが責任ある対応だと思いますが、最後にお答えいただきたいと思います。黒田総裁。日本銀行はこの 2% の物価安定の目標を実現するために2013年4月に量的質的金融緩和を導入いたしました。その後もですね、それまでの政策効果を検証しつつ、その時々の情勢の変化に応じて、政策対応を適切なタイミングで、行ってまいりました。具体的には2016年1月にマイナス金利付き量的質的金融緩和を導入し、その後2016年9月にはそれまでの金融緩和の下での経済物価動向と政策効果について総括的な検証を行いました。でそれを踏まえて現在のイールドカーブコントロールは導入いたしました。さらに昨年3月には国際市場の機能度や金融仲介機能への影響などの副作用を抑制しつつ、より効果的で持続的な金融緩和を実施していくための点検を行って、必要な政策対応を講じてきたところであります。で、こうした金融政策の下で、経済物価は着実に改善して、物価が持続的に下落するという意味でのデフレではない状況を実現できたというふうに思います。ただ、ご指摘のとおりですね、2% の物価安定の目標の達成には至っておりません。デフレの経験を経て我が国に深く根付いた物価が上がりにくいことを前提とした考え方や観光の転換には時間がかかるというふうに考えておりまして、私どもとしては今後もですね、強力な金融緩和を粘り強く続けていくことで 2% の物価安定の目標を実現し、物価と賃金がともに緩やかに上昇していく好循環の形成を目指してまいりたいというふうに考えております。なお 2% の物価安定目標の合理性についてはいろいろな議論が内外でありますけれども、ご案内のとおり海外での議論は2% ではなくてむしろ 3% とかですね、より高い目標を掲げて金融政策を運営すべきだという議論がほとんどであります。野田君、時間が来ましたので中川委員の前座は終わりたいと思います。ありがとうございました。